というわけで宗教の会が解放された状態でおはこんばんにちは。ヒトポンです。あいだよ。というわけで今回はストーリーの追加はなかったけど、いろいろな幻想体が追加されたよ。相変わらずバグのせいでクリアできず、周りの人はクリアできてるみたいなんですけどね、日本語で。特定の攻撃がバグの原因だという噂を聞いて、貫通してもバグ、演奏者とマッチするのが原因かもと思ってガン無視してもバグ、とりあえず数をこなせば1回いけると思っても全てバグ。かれこれ10回以上は挑戦してる気がする。まあ気長に待ちましょう。というわけで久しぶりの早期の回の幻想体。雪の女王ね。おいおい、司書が凍ってるじゃねえか。ダイスがあるってことは凍ってる司書も攻撃してくるの。氷の檻、体力60、混乱抵抗値100、パッシブスキルカイトゲルダ、このキャラクターの体力ガレンになれば、次の幕の開始時に閉じ込められていた司書が目覚める。ロボトミー時代もこんな感じで決戦してたのかな。まあ今回は取り返すのが目的じゃなくて制圧が目的だけどね。雪の女王、体力300、混乱抵抗値150、パッシブスキルに起きる貫通、幕の開始時、すべての司書の体力が 5% 減る。孤高の霊気、氷の檻を破壊しないとダメージを受けない。霜柱、破壊された氷の檻の数に比例し、速度ダイスが増加。破壊された氷の檻が3つ以上なら遠距離バトルページをデッキに追加。冬の厳しさとバラの芳しさを売る者たち、氷の檻を全て破壊すれば、司書たちの体力を半分回復。該当する幕で広域攻撃ページを使用。これとりあえず早めにみんなを救わないと自利品で負けちゃいそう。とりあえず一人救えたね。体力も思ったより余裕はあるし。
ロボトミー時代の時も純粋に雪の女王って強かったんだなって。今度は寒気のデバフにも気をつけないとね。めちゃくちゃ弱体化食らうし、行動不能になるし。
雪の女王、制圧完了です。これ維持王があれば一人であの雪の女王と決闘できると考えると本当に高性能だったんだな。幻想体ページは束縛や行動不能にする感じね。デバフ系って考えればいいかな。というわけでまだ終わりではないよ。あと2体幻想体がいるから、攻略していこうか。食い込む天国の本の中。食い込む天国、体力220、混乱抵抗値70、パッシブスキル過不足内集中、目覚めているトゲがなければ活動を開始。活動開始時に広域攻撃ページを使用。古き神へ向かう翼、このキャラクターが行動可能な場合、幕の開始時に全ての司書に虚弱銃を付与。君の視線の中で、カウンターで受けるダメージ2倍。認識の浮き兵、このキャラが活動開始して3幕生き残っている場合、トゲを召喚する。天国のトゲ、体力110、混乱抵抗値50。パッシブスキル目を離すな、司書が他の敵キャラクターと交戦した時、割合ダメージを司書全体に与える。見えない繋がりの糸、次の幕にて、自分と交戦した司書に今までの交戦回数だけ虚弱付与。君の視線の中で、カウンターで受けるダメージが倍。何そのカウンター前提の幻想体は。虚弱は攻撃ダイスの弱体化だから、今回はヤバいかもな。見事に相手が使ってくるページが全部反撃ね。カウンターしろってことね。
ちょっとこれは一からページを組み直さないとね。次のトゲが行動開始するまでの時間って他のトゲが混乱してれば減らないって書いてあるんだけど普通に減りますね。何か効果を勘違いしてるのかな？
ック射込む天国、制圧完了です。ちなみにこれ2回目の挑戦でクリアできてるように見えるけど、今回のアップデートで追加された幻想体の中で一番時間かかった。ちなみに全部崩壊ページなのね。カウンター時にダメージが倍になったり、一方攻撃すると威力が増加したり、使いにくい効果だったり。というわけで次で最後ね。大鳥の本の中。大鳥、だと。ティファレト会みたいにもう次に何が来るのか分かりきってる感じでね。大鳥、体力300、混乱抵抗値300。パッシブスキル監視する瞳、司書は大鳥のターゲットを変更できない。永遠に消えないランプ、3幕ごとに幻惑、ページを使用。幻惑状態の司書がいる場合、未了状態でない全ての司書の手元に鳥かご、ページを追加。目玉鳥、体力120、混乱抵抗値60。パッシブスキル眠る瞳、このキャラクターを倒した司書に大鳥を混乱させるページを追加。追従、幻惑状態の司書を相手に指定しない。未了、操作不能、速度1固定、特殊なバトルページを使用。大鳥を相手に指定。芸術ページ救い、反撃ダイス、的中時相手が未了状態なら倒す。うげ、そういう感じか。これが鳥かごページか。芸術ページ鳥かご、司書にのみ効果が適応、打撃ダイスにダメージ的中時相手のダイスを一つ破壊、次の幕に行動不能状態付与。なるほどね、これで止めれるわけだ。これで鳥かごを使ったし安心かな。
どうやら2つダイスを使ってたみたい。マジかよ。というわけでリベンジ。
大鳥、制圧完了です。今回の幻想体の中では一番優しかった気がする。幻想体ページは速度か光に関する漢字の効果ね。というわけで今回はこの辺で終わりにします。また別の動画で会いましょう。